reign supreme. キングオブレスリングの2人、クリス・ヒーロー、そしてクラウディオ・カスタネオーリ、開幕戦ではいきなりタッグチャンピオンチームを破る好スタートを切りましたが、その後は3連敗でした。ここまで2勝4敗勝ち点4、優勝争いに絡むことは最終的にはなりませんでしたが、日本全国各地のマットでこの2人の戦いはファンの度肝を抜きました。後楽園ホール最終戦のマットでキングオブレスリングの強さを改めて植え付けます。このクリス・ヒーロー、クラウディオ・カスタニョーリの2人です。グローバルタッグリーグ公式戦最終戦の後楽園ホール大会30分日本勝負です。これから入場してくる塩崎豪、そして谷内周平、この2人にとってもまだ優勝への可能性は残っています。今日これからこの試合に勝ち、セミファイナル、そしてメインの2試合がいずれも無得点に終わった場合には、その後の優勝決定戦に持ち込むこともできます。2勝2敗に引き分け、勝ち点6で臨みます塩崎谷内の最終戦です。グローバルタッグリーグ戦公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー、キングオブレスリング285バンド、クラウディオ・カスタニョーリー。今時は大きな歓声を包みます。クラウディオ・カスタニョーリー、クリス・ヒーロー。今回のリーグ戦ヒーローにこそなれませんでしたが、最後にその強さをまた見せつけますクリス・ヒーロー。このリーグ戦でまた一つ階段を上りました谷内周平。最後の 1% の可能性にかけます塩崎豪です。30分一本勝負、グローバルタッグリーグ戦の公式戦です。塩崎谷内の2人はこの試合に勝つことでまだ優勝への可能性がわずかながらではありますが残ることになります。ですからまず自力では塩崎谷口の2人は勝つことが最低、そして絶対条件になります。クリス・ヒーロー、クラウディオ・カスタニョーニの2人は勝ち点4でこの最終戦を迎えました。この後セミは高山組と森島組、そしてメインではあーと最初に仕掛けていったのは塩崎谷口。さあ優勝決定戦に持ち込むために早めの勝負を仕掛けているんでしょう塩崎谷口の2人です。さあ場外戦に4人の選手がもつれ込みました。先に仕掛けたのは塩崎、そして谷口の2人、チョップでクリス・ヒーローが今のけぞりました。そして反対側のコーナーではカスタニョーリが谷口を完全に分断しました。さてゴングが鳴って、まあ、鳴る前からの仕掛けになりましたけれども、小林さん、はい、やはり選手である以上少しでも可能性があるときにはやはり諦めるわけにはいきませんからね。そうですね、はい、まあ、スタミナとかそういうのを考えて仕掛けたんだと思いますけどね。そうですね、はい、この谷口そして塩崎の2人が優勝決定戦に運ぶためにはこの試合に勝って勝ち点を8として、そしてセミとメインの4チームがいずれも無得点に終わった場合に、まあ、勝ち点8で4チームが並ぶということになります。まあ、可能性をね求めて、はい、とにかくこの試合を勝たないといけないわけですからね。そうですね、はい、そしてその勝った上での優勝決定戦を考えますと、まあ、1日、まあ、残り4試合になりますと2試合以上戦うことになりますから、はい、そのあたりのスタミナ配分も考えなければなりません。ただしかしもう唯一絶対条件であるまずこの試合に勝つということが大事になります。はい、さて小橋さん、この塩崎谷口この2人が今回は勝ち点6をここまで上げたんですが、はい、この2人のチームワークチームというのはどういうふうに映りましたか小橋さんには。いや、この2人だんだん本当にチームワークも良くなってきましたし、はい、もうこのリーグ戦本当にこの2人がねこう書き乱したというか、はい、この外人チームも外国人チームも本当に面白い存在でしたね。そうですよね、はい、タッグチャンピオンチームからいきなり白星スタートというこの開幕のスタート後楽園ホール大会がありました。やはりこういったリーグ戦というのはその、まあ、思わぬ結果といいましょうかね、リーグ戦ならではの緊張感の戦いがありますからね、はい、本当にこの2チームというのは本当にあれですね、このリーグ戦の関東賞なんですよね、一つこのマットを沸かせた両チームと
言っていいでしょうね。フリースヒーローがスタンドのヘッドロックの体勢です。さあクラウディオ・カスタニョーリ、長い足でセカンドロープをまたいで、さあ前からクリスヒーロー、後ろからカスタニョーリ、さあ谷口を場外に吹っ飛ばします。この2人は武道館で年末に100チャンピオンチームを挑戦しましたが、本当に動きを含めて、はい、いや本当に魅力的ないいチームですよね。そうですね、はい、キングオブレスリングの2人です。この196センチの高さ、ぐる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 歩いてリングの中を発歩します。おーっと、タンタメを作って落とします。196センチで105キロですから、そのパッと見は細身に見えるんですけれども、小林さん、特にこのカスタニョーリの背筋ですとか、はい、持ち上げる力というのはすごいですよね。すごいですね。一見細身に見えるこの2人はありますが、その見かけに騙されてはいけないといったところでしょう。クラウディオは、はい、体重を上げてきてますよね。あ、なるほど、はい、前回より体重アップしてきてますね。そうですか、はい、そのあたりの筋肉のつき方などもやはり怖さの上に違いを感じますか。感じますね、はい、さあそのカスタニョーリがリングの中に入ってきました。場外に簡単に落とします。ポイと投げ捨てんばかりに谷口を場外に落としました。そして今度は塩崎をマットの外に投げ捨てまして、さあヒーローが、おっと、ロープの反動も使って両足を揃えていきました。さあちょっと序盤から劣勢の塩崎谷口組です。ゴンが鳴る前から仕掛けはしたんですが、このキングオブレスリングクリスヒーロー、クラウディオ・カスタニョーリの2人のペースにちょっと今は巻き込まれています。さあチョップにはチョップで応戦します塩崎です。鉄柵、あー、しかしこの2人が一斉に待ち受けていました。本当にコンビネーションがいいですよね。そうですね、この2人は、はい、2勝4敗ということで、まあ、どうでしょうね、開幕戦が終わった時点での、まあ、期待値からしますとちょっと意外な結果にここまで来ましたけれども。そうなんですね、前回大会では技能賞を獲得しました。やはりそのあたりのチームワーク、技のキレ、そういったものが前回大会では高く評価されました。カバーに行きます。チームワークはもうナンバーワンですね。コンビネーション、そうですか、あー、チームワークとかもうそういうのタッグチームとしての完成度というのは高いですよね。うわー、そして見てください、この筋力です。塩崎を110キロを投げ捨てました。皆さん改めてすごいですね、うん、本当に強いですよ、とも簡単に持ち上げます。そしてクリスヒーローです。日本勝負の公式戦です。さあクリスヒーローが、おー、アトエルも落ちました。勝てば2点、負ければ0点、時間切れ引き分けのみが1点。例えば両者リングアウト、両者反則ですと両チーム勝ち点がありません。まあ、ですからあくまで仮定の話ですが、この現在勝ち点6の塩崎谷口が勝って勝ち点8とし、セミファイナルとメインの4チームがそれぞれ得点0に終わりますと勝ち点8で4チームが並ぶということになります。面白いですね、はい、並ぶも得点が並ぶと面白いですね、はい、その後の優勝決定戦もこれまだ、まあ、混沌となるでしょうしね、はい、そのあたりはまだまだこの試合を含めて残り3試合、優勝の行方は分かりません。第1回大会はバイソンスミス斉藤明氏が優勝、第2回は三沢光晴塩崎豪、塩崎は今回のこのリーグ戦での優勝経験があります。そして前回大会は1月に行われて高山佐野組、現在の GHC タッグチャンピオンチームです。ちょっと視線が目を閉じていますが、そのカバーカバーカバー、なんとか肩を上げましたが、ちょっと今小林さん、塩崎の目の力が、そうですね、ゴーがちょっと捕まる時間が長いですね。ちょっと長いですね。谷口になかなか、谷口にちょっとタッチしたいですね。したいですね、このやはりキングオブレスリングの2人、クリスヒーロー、クラウディオ・カスタニョーリのこのタッチワーク、今それぞれもう合言葉もバッチリと言いましょうか、キングオブレスリングの2人、声も揃い、そして技も揃い、見事な連携を見せました。逆水平打ちます。なんとか谷口にタッチしたいところです。しかしこのエルボースマッシュ、この
キングオブレスリングの2人はこのエルボースマッシュのキレもすごいですよね。ああいいですね。この身長の高い選手が低い位置から、そうですね、こう軸がしっかりしてるんですよね。なるほど、だから効くんです。あ、はい、それは小林さん、ちょっと打つ時にも共通するところじゃないですか。そう、そうです ね、はい、やはりそういった技の一つ一つのキレというものを感じるキングオブレスリングの2人、クリス・ヒーロー、クラウディオ・カッサニオリです。いやー、それにしましても小林さん、本当に塩崎の捕まる時間長いですね。あ、丸めましたが、さあタッチ逃げるか、もう1回追います。切り返して、うん、またここで反撃を食らってしまうか。セカンドロープ、あーっと、お、喉元を抑えられて、エルボースマッシュ、このエルボースマッシュです。ラニアの音、けさ切りです。けさ切り、振り向きざまに打ちました。さあ谷内も今コーナーから懸命に腕を伸ばすんですが、なかなかタッチにいけません。さあこれで戻れるか、これで戻れるか。なんといってもそのタッグチームのナンバーワンを決める戦いです。タッチワークが、連携がなくてはいけません。さあ2人を分断できるか、谷内周平。まあ、思えばこの谷口も前回大会は、まあ、最後の最後まで優勝を争ってという成長を見せました。うわっと壊した。さらにもう一回クリスヒーローの元に来ます。抱え上げた。こういった底力はこの谷口も負けていません。距離を取って、おっと今正面勝負しました。首を掴んで、さあ抱え上げると、高い高いブレインバスターになります。切り返した、投げ捨てました。谷口周平、谷口も負けてないですね。そうですね、投げ捨てました。谷口の成長というのは、小林さん、このリーグ戦通してどうご覧になりましたか。まあそういうの試合で随所に見られますよね。そうですか、はい、そういう成長の証というんですかね、はい、その成長の度合いがなかなか進まず、本人の中でも、まあ、怪我の時期もありました。非常にストレスの溜まっていた時期もあったんでしょうが、徐々に徐々にその階段を上りつつあります、谷内周平です。まあ、なんと言いましてもこの塩崎とのヘビー級の2人のタッグというのは、ノアの若手選手の中にとては大きな武器です。胸を合わせた、フロントスパイクつなげ捨てました。さあ今ちらっと塩崎の方を見つめましたが、まだ塩崎はエプロンサイドに戻れません。さあ強引に投げるか、強引に投げました。塩崎、谷口の2人はまずこの試合に勝って勝ち点2を取るのが絶対条件になります。さあ30分1本競争の10分が経過しました。時間切れ引き分けの1点ずつを分け合うという結果ではダメです。わあ、ハイアングル、この右手だけでこの位置まで担ぎ上げる、そのパワーがあります。さあクリス・ヒーローです。開幕戦こそ指導者になりましたが、その後3連敗、なかなか勢いを乗り切れなかったクリス・ヒーロー、クラウディオ・カスタニオリの2人です。さあ一旦間を取って、おっと一発入りました。さらにエルボーをかわした、チョップを一発塩崎が入れます。おわ、トップロープから1回転、しかし逆水平の現役、あーっとローリングエルボー。いや、小松さん、この連発エルボーはすごかったですね。そうですね。お、さらにヒーローが飛んで、飛んだ、なんとなんとトップロープがハイジャンプのバーのように軽々と飛び越えていきました。クリスヒーロー大きいのに地面エビじゃないですね。110キロあるんですが、はい、まあ、考えられない跳躍力です。さらにトップロープ、おー、このドレードも強烈、このエルボーの体重の伸び方も、まあ生半可なものではありません。一つ一つの技のキレ、そしてこの2人のチームワーク、ここまでわずか2勝というのが信じられないこのキングオブレスリングの2人です。おっと、もう完全に一発でこれ体勢崩れますからね。今のいいの入りましたね。入りましたね。さあパイルドライバーの体勢ですが、とジャンプを加えました。塩崎が勝っています。
ただこれだけの強さを誇る2人ですら優勝戦線に加われなかったというやはりリーグ戦の難しさですよね。ヒーローカスタネオリの2人は勝っても優勝争いには加われませんが、この全力ファイトで最後の最後まで塩崎谷口を苦しめます。カットはなんとか自力で上げました。しかし谷口ピンチです。わずかに残り優勝への可能性に向けて大ピンチの2人、塩崎と谷口の2人、一発一発が重いキングオブレスリング、クリスヒーローとクラウディオカスタニョーリ、エルボーで待っていた。さらにかわしてパワーオブです。ここは谷口よく見ていました。ようやく今塩崎にタッチです。塩崎もどのくらい回復できるかどうか。もう渾身の逆水平チョップです。切り返した、エルボーはかわす、バックに回る、今一度切り返して、まだ倒れません。トラスク抱え上げて落としますが、どうだ、カバーに行く、肩を上げたのはクリスヒーロー。さあ首のあたり、首筋のあたりに相当これはエルボーのダメージでしょうか。心配なところではありますが、塩崎コーナートップに上がる、ムーンソルトを狙うが、ヒーローが来ました。カスタニョーリが足を抑える、連携が出そうだ。さあ2人の合体技、危険な位置、危険な角度から飛んできた。今ひねりを加えたエルボースマッシュ、真っ逆さまの塩崎、谷口のカット間に合いましたが、いやあの連携が出始めるとちょっとキングオブレスに乗ってきますからね。そうですね、あの彼ら独特なコンビネーションがありますからね。ありますね。この流れに乗ってしまってはいけません。あ、これも来ますね、来ますね、はい、両足を抱えてジャイアントスイングに入りました。この胸板、そして背中の筋肉、さあこのキックが加わります。平行感覚を失った塩崎、谷口のカット間に合わない、ツーカウントです。何か試合運びに余裕すら感じますキングオブレスリングの2人。さあ塩崎1人残る中、谷口はまだ場外、勝ち点2が遠い塩崎谷口組、抱え上げて連携が出る、連携が出る、お谷口が来た、谷口が来た、今あ体勢崩して丸めた、丸めた、おっと長い長い腕が伸びてきました。さあショータイムは半分の15分を超えました。時間切れ引き上げ1点を分け合う状態ではダメです。塩崎谷口は勝つことが絶対条件。ブロックした、エルボー、おっとラスキック、あっとラリアットの迎撃、さらにあっと、しかしラリアットを返し、バックに回った、バックドロップ谷口、あっと正面からキック、長い長い足で串刺しました。ものすごいキックでしたね。今タイミング的にはまたエルボー来るのかなと思いましたけどね、はい、完全にもう谷口は裏をかかれました。場内からは、後楽園ホールからはキングオブレスリングに対するコールが起こりました。もうこの後楽園ホールの場内の歓声は二分されました。お、さあ、さあ脇腹のテーピングを外しました。トップを打つ一人で二人を相手にするクリスヒーロー。連携が出るか、連携が出るか、よしよし、あエルボー首筋にヒット、あっと連発で入る、バックに回る、さあ、あっと後ろ後頭部にエルボーが突き刺さりました。塩崎ピンチ、なんとかなんとかクリアしました。さあお、さらにあっと、おっと切り返した、切り返した、切り返した、あっと落としていった、後頭部を強打しましたが、いやしかし今の最後クリスヒーローの一手を食らっていたら危なかったですね。そうですね、なんとか流れは断ち切りましたが、
いやしかしもうすでに15分は経過しています。何度も申し上げますが塩崎谷内1点ではダメです。おっと挟み撃ちカバーに行きます。さあカッサヨーリが出方を伺いますが塩崎谷内の2人ここは何としても勝ち点2ですよね。そうですね、このところ2試合いずれも時間切れ引き分けのこの塩崎谷内2試合連続の時間切れ引き分けが続きましたが3試合連続ではダメです。さあ4人が誰がどう誰から取るか読めない展開になってきました。カスタニョーリがあーとスーパーで捉えた。谷口がスリーパーで捉えた。バックに回る塩崎正面からラリアットを加える。さあこれでカスタニョーリを場外に落とした。ヒーローを捉えるか最後は塩崎だ。手下げを打ち込んでいきます。カウントワン優勝争いに関係なくてもヒーローも踏ん張ります。しかし塩崎入魂のラリアットに連発。リングの中央カバーに行った。おーっと勝ち点には遠い。勝ち点にはまだ手元には収まっていません。奈良の塩崎今一度リストをクラッチした。あーっと1回転カバーする。あしかしカスタニョーリも腕を伸ばすが届かない。塩崎谷内勝ち点に思い取りました。土壇場で今白星を挙げ勝ち点を8としました。通算勝ち点8優勝争いに一歩踏みとどまりました。現時点で勝ち点8のチームが4チーム並んでいます。塩崎谷内、森島義江、秋山斉藤、杉浦米、この4チームが現時点で勝ち点8で並びました。18分45秒。あしかし首に残るダメージは相当なものがありそうです。塩崎結局この塩崎谷口が公式戦は3勝2敗引き分けの勝ち点8。小林さん踏みとどまりましたね。まだ可能性ありますからね、まあ2人若いですから、はい、2試合3試合大事です。そうですか、はい、なるほど。あとはこのセリとメインの結果待ちということにはなりますが、ただ優勝の可能性のなくなった状態で臨んだキングオブレスリングの2人も最後の最後まで力をもう残すことなく全力出し切りました。いや良いチームでしたね、はい、特にクリスキーロー脇腹痛めてはいたんですが、もう最後はテーピングを自ら外して勝負を決めに行きました。その2人に対する敬意を表する塩崎株価と今握手とともにお辞儀をしました。18分45秒、勝ち点にをもぎ取った塩崎谷内の2人がなんとか優勝争い優勝決定戦線に踏みとどまりました。3勝2敗に引き分け、塩崎谷口はこれで勝ち点8としています。